はい、今回は木島平スキー場に来ました。こちらは今リフト半額プロジェクトっていうのをやっていて、大人1日券2000円です。で、私シニアなのでさらに割引で1600円。こんな安いスキー場聞いたことないよ。で、1日なんて体力的に絶対滑れないので午前券です。午前券だとさらに安くて1000円。もう1000円お札1枚で滑れちゃうんだから。しかも中級コースメインでバーンも広い、雪質もいい。こんなスキー場みんな知らないのはもったいないです。ぜひ行ってみてください。あと、こちらのスキー場なかなかやるなって思ったことが一つあって、ホームページ上のゲレンデ案内で、動画が流れるってことです。普通スキー場っていうのはただ上級コースだ中級コースだって書いてあるだけなんだけど、こちらはそのコースのところで、動画のボタンを押すと動画が流れる。もうこれは本当お客さん目線でありがたい。どういったコースかわからない不安を取り除いてくれて、あ、こういったコースなんだってちゃんと動画で流してくれる。これはなかなか他でやってるところはないよね。だからここはそういったちゃんとお客さん目線で考えてやっているし、こういう割引キャンペーンもやっているので、こういうところは生き残れる。で、危ないところは、外国人観光客をメインでやっていたスキー場、まあ新潟でいうと赤倉観光リゾートとか、とにかく、外国人観光客メインでやっていたスキー場、こちらはコロナの影響で外国人が一切来ないんだから、営業的に難しい。だから今平日はゴンドラとか止めてますね。で、志賀高原といえば竜王スキー場、こちらも大体大阪とか東京のお客メインでやっていたから、今全く来ない状況なので、ロープウェイとかも午前中で停止しています。だからこれからこの厳しい状況を生き残るには、いろいろと考えてやっていかなければならない。だから会社目線ではなく、お客さん目線でいろいろと考えていかないと生き残れないってことですね。まあこれからはみんないろいろなアイデアを絞って、戦略を立てて事業もやっていかないと、来年は。はい、おまけで飯山駅近くのパティスリーヒラノに行きました。こちらは長野市民でも知らない人はいないっていうぐらい有名なケーキ屋。とにかくこのど田舎で周り誰もいないのに、このお店だけはめっちゃ繁盛していました。だからまた次回来るとしたら、木島平&パティスリー平野、これはセットで、行きたいと思います。皆さんもぜひ木島平スキー場で一滑りして、このパティスリー平野でお茶してみてはいかがでしょうか。